時刻は5時半を回りました。つながるラジオのお時間です。パーソナリティは松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後ですね、6時までの約30分間ぜひ最後までお付き合いください。こちらの番組はみんなとつながる広がるをテーマに青森県の津軽からお届けしております。はい、ありがとうございます。毎週この時間はですね、つながるラジオをお届けしております。青森県の弘前というところからですね、ちょっと今日もお届けをしておりますけれども、まあ、収録という形になってますけどね。最近のですね、青森県の事情をちょっとお話オープニングでしようかなと思うんですけど、なんとですね、梅雨入りしました。いや、沖縄の皆さんからするとだいぶ遅く感じるのかもしれませんけどね。沖縄とか いつだったかな、はい、そのなんかちょっと調べてみたんですよ。沖縄県のなんか梅雨明けのシーズンってだいたいいつぐらいなんだろうっていうのをちょっとさっき調べたんですよ。そしたらなんか平年は去年は6月の20日に梅雨明けしてるんですって。で、今日6月18日の日曜日なので、っていうことは、もしかしたらこのオンエアされてる時って沖縄梅雨明けしてる可能性あるんですもんね。で、一方我ら青森県はですね、まあ、先ほど梅雨入りをしたとお伝えしたんですけど、6月の11日に梅雨入りをしたんですよ。6月の11日で、だからあれですよね、ほぼもう沖縄開けるときに僕ら梅雨入りしてるようなもんなんですよね。なんかよく考えたら、なんかすごいやっぱ離れてるんですね、同じ日本だけどってちょっと思いました。で、僕らのですね、梅雨明け、じゃあ一体いつぐらいなのと、まあ沖縄が大体6月の20日、去年が6月の20日だったという、我ら青森県の梅雨明けはですね、その約ちょうど1ヶ月後ぐらい、大体7月の20日ぐらいなんですよね。やっぱ1ヶ月ぐらいずれてるんですね。大体毎年僕らのこう感覚、青森の感覚だと、海の日とか祝日あるじゃないですか。ちょうど子供たちが、夏休み入るぐらいなんですかね。あの辺りに梅雨明けして、夏休みとともになんか梅雨が明けるみたいな、そんな感じなんですよね。だからやっぱりこう、なんですかね、まあ、沖縄でね、こうやってラジオ持たせていただいてるっていうのもなんかすごいこう不思議な感覚です、改めて。そんなことでちょっと思いました。まあそういうことでですね、青森県は梅雨入りをしたっていうことなんですけど、うちのですね、母親がですね、まあ、庭いじりをするのが好きなんですよ。で、庭って言ってもそんなに広い庭ではないんですけど、結構いろんなお花をですね、植えてるんですよ。あと、まあ、木もあって。で、毎朝5時とか6時前ぐらいにはですね、なんか、朝起きて、まあ、ちょっとほら日中だとこのジメジメしたりとか暑くなったりするから、炎天下の中で作業するのって結構大変じゃないですか。朝だとまだちょっと涼しさがあるし、あの日の照り具合もね、ちょっとこうそこまででもないっていうことで、朝に結構庭いじってるんですよね。草むしりしたりとか、やってるんですよ。で、毎日やってるんですけど、で梅雨入ったじゃないですか。そうするとやっぱ雨がね、どうしてもあるから、なんかすごく雨の天気予報を見るとがっかりしてます。ああ庭いじりしたいんでしょうね、きっとね。庭いじりできないからすごいがっかりしてます。なんですかね、こう年をこう取るというか、こう年配になってくると土いじりをしたくなるってよく言うんですけど、やっぱそういうもんなんですか。なんかね、僕は今40過ぎなんですけど、
あんまりなんか庭いじりとか土いじりとか、あんまりっていうか全くしたいと思ってなくて で、母親がね、よく言うんですよ。やっぱりこう、自分はこうね、手をかけた庭にお花が咲いたと。で、まあ、いろんな花がね、こう時期がずれて咲いていくんで、こう、一個終わるとね、まあ、次の花が新しい違う、ね、品種というか、違うお花が咲くわけですよ。そうすると教えてくれるんですよね。今度あっちが咲いたよとか、向こうのやつは、今奥のやつがちょっとつぼみになってるよとか言ってくれるんですけど、ちょっと私あんまり分かってなくて、お花のこと。だからもう何回も聞いてるんですけどね、花の名前。一個も覚えられないっていうね。多分もう一生多分庭いじりできないんじゃないかなって そんなことも思ってます。まあそんな母が悲しむ、梅雨が迎えました。青森県からですね、今日もお送りをしてまいります。メッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmkino1.com、 797@fmkino1.com、全部小文字ですね。よろしければ、メッセージお待ちしております。あとは YouTube でね、ご覧いただくこともできます。 FM 機能版のホームページじゃなくて YouTube チャンネル、ご登録お待ち申し上げております。あとはオンタイムではリスラジかマイチューナーラジオで聞きすることができますということでございます。はい、それでは今日も始めてまいりましょう。よろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった。内窓をつけたい。玄関ドアをリフォームしたい。カーポートを設置したい。家の中に手すりをつけたい。お家のお困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。改めまして、つながるラジオをお送りしております。パーソナリティは松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ちょっとオープニング長く喋りすぎちゃいましたね。まあいいかなという感じで、今日もゆるくやっていきたいと思うんですけど、ですね、今日は、まあ、近況報告というかですね、まあ、先週資格のお話をしたんだと思うんですけど、ちょっとこう、よろしければ YouTube でアーカイブ残ってますので、ラジオでご検索いただけると過去のアーカイブもご覧いただけます。よろしければどうぞご覧ください。今日はですね、新しい学校に実は通い始めましたよという話をちょっとしようかなと思います。っていうのも、ずっとその資格取得の学校よくあるじゃないですか、巷に。あれにずっと去年の年末から通ってて、まあ、半年ぐらい通ってたものが、ようやく一区切りをついてですね、まあ、今週というかね、この本当につい2、3日前に、卒業というか、終わったんですよ。半年間のカリキュラムが終わったんですよ。で、まあ、目標としてた資格ね、まあ、簿記とファイナンシャルプランナーっていう資格は、まあ、無事取得することができまして、まあごめんなさい。ちょっと厳密に言うとまだ合格発表、ファイナンシャルプランナーまだだから 自己採点では受かったと思っておりますして、 まあ多分大丈夫だとは思うんですけどね。もう資格取得したというふうには思っておりまして、はい。で、なんかこう思ったことがですね、やっぱ学ぶことってすげえ大事だなというような話を先週したんですよ。で、学ぶことのなんか効果とか、いろんなことがあったんで、そういう話をしたんですけど、こうせっかくね、こう半年間、こういう学ぶっていう習慣がついたんで、ちょっとこう、その習慣を続けていきたいなというふうに思ってましてですね。で、
また学校に入ったんですよ。学校好きっすね、なんか。まあ、厳密に言うと学校入ったのは少し時間遡って5月の末ぐらいになっちゃうんですけど、約1ヶ月ぐらい前に実は、なんでこう、ダブルスクール状態だったんですよね、実は。で、まあ、何を取ろうかな、まあ、同じ資格の学校でね、別の学校行き始めたんですけど、まあ、何の資格取ろうかなと思ってるのはですね、キャリアコンサルタントっていうその資格があるんですよ。で、これ、まあ、どんな資格かというと、なんかお仕事をね、していると、キャリアって言われるような、なんかこの仕事でいいのかなとか、自分の道ってこれでいいんだろうかって、なんか人生節目節目で迷う瞬間って皆さんないですか？ まあ、例えば学生の時っていうんですか、まあ、中学校の時とか、まあ、都会だとね、小学校幼稚園からかもしれないけど、それぐらいからね、私立の学校行くかとか公立の学校行くかっていうのも、まあ、キャリアって言っちゃキャリアだし で、どこの高校を受けるかとか、大学どうするか、大学卒業してからどこで働こうか、働いてからどうし、この仕事でいいんだろうかとか、まあ、いろんなタイミングでみんな悩むじゃないですか。やっぱ僕も結構悩んだたちなんですよ。なんだったらまだ全然悩んでますよぐらいな感じ。 まあ、多分みんなそんなもんじゃないかなと思うんですけど、で、やっぱそのキャリアっていうものに対してちょっとこうしっかりと勉強してみたいなっていう願望はずっと持っていてですね、で、情報収集をね、ちょうどいつだったかな、3月4月ぐらいからしてたのかな。で、なんかその時にパッと目に入ってきた、そのキャリアコンサルタントっていうものがあるんだということを初めて知って、で、まあ、名前ぐらいは知ってたけど、まあ、具体的には知らなかったんで、まあ、こういうことやるんだなって。で、ちょうどその学校がね、その1つ目の学校が、まあ、終わるくらいのタイミングからちょうど入校できそうだなっていうのがあって、では、まあ、これもちょっと1つの縁だし、学び続ける、ちょっとこう、で、習慣をそのまま延長線上で、キャリアコンサルタントも学校も通ってしまおうというですね、非常に前向きな理由で、自分で言うなって感じなんですけど、まあ、今、通ってるんですよ。で、そのキャリアってね、やっぱり、まあ、僕も転職で言うと何回したのかな？ 4 回はしてるんですけど、やっぱその都度ね、なんかやっぱりそれなりに理由があってやっぱ辞めているわけですよね。新たな自分に出会いたい的な理由の時もあれば、まあそうじゃない理由の時もあるし、で、まあそういった職業の選択とか、道の選択っていうのをこうしてきてるわけですよ。で、今回ね、そのキャリアコンサルタントっていうこの資格をのこう講座をね、まあ、勉強してて、そのやっぱそのキャリアとはみたいなのもしっかり学ぶんですよ。やっぱこう、ちゃんと偉い学者の先生たちがたくさんいてですね、こういうふうにキャリアというものは作っていくんだよって、皆さん人生っていうのはもう悩むもんなんだよみたいなのをですね、みんなそれぞれの学者さんが言ってるんですよね。で、ちゃんとそういう学問としてあるんですよ。だからそういうのをね、こう一人ずつ、まあ、深くまでいかないんですけど、こういう学者さんはこういうふうな、考え方でキャリアを捉えてるとか、こういうふうに考えたらいいよとか、こうならないようにするために、こういうことが必要だよとか、なんかそういういろんなことをですね、学んでるんです、今。で、こう、それを学ぶだけでもね、結構やっぱ新鮮なんですよね。あ、そういう考えって、あんまりやっぱ今まで自分にはなかったなというか、こう、キャリアに迷うっていうか、そういう転職とかを、
相談するって言っても、なんですかね、いいとこをこう、エージェントっていうんですか、転職エージェントぐらいにしか相談したことがなくて そういうキャリアコンサルタントさんとか、そういう資格を持ってる人たちに相談したこと、自分ないんですよ。なかったんですよ。だからね、ああ、もっとなんかそういう方々を早く知って、使っているものはね、なんか使っておきたらよかったなーって、ちょっと今になってはちょっと思ってますので、皆様もですね、街のハローワークさんとかね、あとは、サポステって言われるね、ググってください。サポステとかって言われてるようなところ、必ず皆さんの街の近くに、一つありますので、そういう職業相談所、ハローワークもそうですし、それ以外の、サポステとか、サポートステーションとかね、地域若者サポートステーションとか、なんかそういうまつわるところいっぱいありますんで、そこにキャリアコンサルタントさんって、いないところももしかしたらあるかもしれないですけど、まあでもそういうプロの方がね、必ずいらっしゃいますんで、何かしら、ぜひ相談してみてくださいね。で、まあその、じゃあ僕、この資格取ってね、ちょっと何やろうかなってちょっと考えてることとしては、ここはまだ構想なんですけどね。なんかセカンドキャリアって言葉あるじゃないですか、セカンドキャリア。で、まあ誰しもがまあセカンドキャリアって言ったらね、転職したらセカンドキャリアになるから まあでもそういう使い方じゃないのかな。なんか会社員人生にピリオドを打って、で、なんかこう、例えば開業する、独立開業するとなると、これはセカンドキャリアみたいな、なんかそんなイメージですかね。だからそういうのも、ことも言うし、あとは、僕、野球もね、ちょろっと見たりするんですけど、ちなみに広島カープファンなんですけどね、僕は。すげえどうでもいいですね、すいません まあ、カープファンで野球見てるときに、毎年戦力外通告ってやっぱあるわけですよ。で、ああいう世界って、あれ、定年制じゃないから、60歳まで勤め上げるとか、絶対ないじゃないですか。で、うまいこと言ってね、コーチになられたりとか、そしてずっとこう、コーチをやり続けたり、監督になったりとかっていうことでね、現役を引退した後も、そう続けて、で、スポーツ界に残れる人もいるかもしれませんよ。あとは、テレビの解説をやったりとかね。でも、ほとんどの場合は、そうじゃないわけですよ。まず、プロ野球にって例えるなら、プロ野球選手になれる人がまずほんの一握りであって、で、そこから活躍できる人ってなると、またさらにもう一握りになって、で、それを例えばまあ40歳ぐらいまでちょっとね、やれると、まあさすがに50まではなかなかね、しんどいと思うんで、まあ、山本昌さんぐらいな方でも50もね、やっぱ難しいじゃないですか。だいたいあれ46ぐらいあったかな、山本昌さんっていくつあったっけ、50超えてなかったと思うんですけど でもまあ大体40、マックス40だと思うんですよ。でもほとんどはもっと手前でやっぱ引退になるわけですよね。ってなるともうほんと一握りで、そういう引退した後にまたこう活躍するとなったら、ってなるものすごい確率じゃないですか。で、なんかああいうプロの世界っていうんですか、っていう方々っていうのはすごい能力をね、まあ、野球選手だったらものすごい野球に長けているとか、あとそういう判断能力が高いとか、まあ、そのチームワーク、ね、チームスポーツだからね、やっぱそういうチームワーク力とか、あとはきっとその相手を励ますとか、自分のメンタルのコントロールとか、そういういろんなスキルをね、そういう野球っていうスキル以外にも、いろんなスキルを身につけているんだろうけど、でも戦力外になったりとか、現役を引退するとなると、野球っていう一番のものができなくなってしまうと。そうすると、本当にある日、突然一般人になるわけじゃないですか。
昨日までユニフォーム着てた人が今日から一般人っていうことが起きるわけですよね。だからそういうことって世の中実は多いのかなと思ってるんですよ。だからなんかそういう方々、なんかこうある日突然なんかこう道がチェンジされてしまった、さてどうしようみたいな、そういう方々の支援って言ったらねちょっとおこがましいですけど、そういう方々をこう助ける術の一つを自分の中に身につけておきたいなって思ってるんですよね。なんでこうキャリアコンサルタントっていう資格はやっぱそういう、まあ、キャリアについても学ぶし、で、まあ、そういう、相手のね、まあ、カウンセリングっていうか、あの心理学的なことっていうか、そう臨床心理士さんとかではないので、あと病院の先生ではないので、まあ、あくまでもその職業に関してとかお仕事に関してとか自分の道に関してっていうことの相談にはなっちゃいますけど、まあ、そういう相談に乗ることができたら自分としてもなんかこういろいろねキャリアにすげえ悩んで4回も転職しちゃってるんでなんでね、だからちょっとそういう風になれたらいいのかなってちょっと思ってて、そうするとね、あの資格取得見込み合格見込みのファイナンシャルプランナーとかも結構生きてくると思ってるんですよね、資格として。まあお金とお仕事の相談両方乗れるって、なんかそんなことができたら、そういうことねできたらいいのかなってちょっと思って、なんか それだけをやっていきたいわけじゃないんですけど僕の場合はわがままなんですよ、いろんなことやりたい人なんでこういうこともできるし、ああいうこともできるしっていう人にでいたいんですよねそうなんですよ、だからまあそういういろんなことができる人のやりたいの選択肢の、一つに、まあ、ファイナンシャルプランナーと今キャリアコンサルタントっていうのがちょっといますっていう感じですかね。はい。でまあそういう形でですね、ちょっと今新しい学校に通い始めてるんですけど、なんかこう2つね、今こう学校通ってて思うことって、あのよくテレビでも聞くじゃないですか、リスキリングとかね、学び直ししましょうよとかよく聞くと思うんですけど、やっぱこう学び直しをしようとしてる人たちって意識高いっすね、やっぱあの過去僕を除くでいいです、僕はあんま考えてないんでノリで決めてたりするから過去僕を除くで周りみんな意識高いなと思います本当に。でやっぱお金払ってね、やっぱこうしかも自分の時間を削って、学びに行くって結構勇気いるんですよねやっぱで、2,000〜3,000円のお金だったらね失敗してもいいかなと思うんですけど、ちょっと桁がちょっと違うから、やっぱそういう資格の取得系ってやっぱ気合入るんですかね。ちょっとこう緩く行きたい僕ですらやっぱ少し気合が入るんで、あの金額をね、あの桁のちょっと違う金額を払うと少しやり気になるんですよね。あ、でもそういう意味で言うとですよ、これ資格の話ちょっと違うんですけど、あのライザップとかああいうパーソナルジムあるじゃないですか、あれもやっぱそうなんですよ。で僕があの実は一度ライザップではないんですけど、パーソナルジムに通ったことがあってですね、僕3ヶ月のコースだったんですけど、それでも結構するんですよ、30万ぐらいするんですよ、1ヶ月10万とか、まあ、大体そんな感じですよね。あと普通にプロテイン飲んだりとかかったりとかするから、まあ、1ヶ月12、3万ぐらいかかった気がするんですけど、3ヶ月通ったんですよね。だから30何万払ったわけですよ。そうするともうやっぱりね、高い金払ってるから痩せますねなんか意地でも痩せようっていうあの風に思いましたなんか失敗はしたくないなっていうで
僕が一時期、その頃はですね、体重が167キロぐらい、110キロ近くあってですね、で、そのジムに通って15キロぐらいやってたのかな、やっぱり3ヶ月で。で、そこからずっと、それが何年ぐらい前かな、もう6年ぐらい前になるのかな、そこからはずっと現状維持で、そこから痩せていくこともなく、そこから痩せ続けたらよかったんですけど、ちょっとすいません、ずっと踊り場にいるんですけどね。でもやっぱそれもね、やっぱちょっとこうなんですかね、高いお金を払うっていうのは そこを乗り越えてくるっていうのは、やっぱり意識が高い人だなっていうふうに、ちょっとこう学校通ってて思いますね。まあでもその分ちょっと大変なこともね、結構ありえますけどね。っていう感じですね。ということで、まあなんかあっという間にお時間になっちゃいましたけどね。なんか身のある話したのかな、今日。まあ、いつも身のある話してないですけど。エンディングのお時間です。私のですね、YouTube でご覧の皆様、私の画面の横に QR コードございます。毎日何かしら情報発信をさせていただいておりまして、Facebook、ノート、Twitter などなどでですね、毎日、自分の思いを したためております。まあ、過去の仕事のことだったりもね、あったりとか、最近の出来事とか、まあ、こういった資格の学校に通っている中での話とかですね、いろんな話をさせていただいておりますので、よろしければご登録の方もお待ちしておりますという感じです。それではですね、まあ、お時間になりましたので、締めさせていただければなというふうに思います。ではまた来週ですね。来週とはもう6月終わりなんだ。早いな。来週、また同じ時間に、日曜日5時半にお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。ありがとうございました。